はい、SF です。めっちゃ晴れました。いやー、晴れ渡っとるっていうか、朝ね、すごいこっちは土砂降りでね、これ逆光で顔も映ってないか、まあいいか、別に顔なんか映ってなくても誰も見てないんでね、話の声が入っとりゃ別にどうでもいいんですけど、朝ね、こっち土砂降りからのね、今朝方まで一気に挽回っていうかね、一気に晴れましたね。で、今朝方からもうずっと土砂降りやったから誰もおらんしね、外には。急に天候が回復したってやつかな、一発逆転っていうか、いやー、何かが始まりそうな気がするっていうかね、ワクワクが止まらんっていうか、まあ外が晴れただけですけどね、天候が回復して晴れただけですけど、なんかワクワクが止まらんっていうかね。まあ今日もね、声をね残していこうかなっていうのをね、なんかやっとっても意味があるのかって言われると正直意味ないと思う。こんな YouTube に日記を落とすぐらいじゃね。それはさ、なんか他のさ YouTuber とかでもさ、収益に対しての公開とかも今結構多いじゃんね。だから YouTube がね、果たしてその大物 YouTuber は除くけどね、あの副業になるのかならないのかっていう Q&A があってさ、多分 YouTube は副業にならん、正直。あの YouTube1 再生ね、最高単価で 0.5 円で1再生見積もったとして、広告収益がついた状態でね、で5000、1動画毎日5000再生ぐらいね叩き出して1月15万円ぐらいらしいんだわ。もうものすごいけどね、1日5000再生の最高単価 0.5 円 で1月15万円ってさ、まあギリギリ生活できるかできないかぐらいじゃんね。15万円って生活保護が14万円らしいから、1月の YouTube 収益15万円でそれぐらいハードル高いでね。だからほとんどさ、YouTube やるっていうことに対して副業目線でいくと相当ハードル高いっていうか、まあ無理でしょうな。でもさ、じゃあさ、サラリーマンの本業でさ、伸びていけばいいんやけど、当然ね、人月給40万円稼げるお仕事に就いとる人はさ、俺も安定感あると思うよ、確かに。でも俺みたいにさ、非正規雇用とかになるとさ、20万円切るぐらいなんだわ。まあ俺だったらね、一月の給料めっちゃ低いよね。新卒で多分20万円ぐらいいっとる子はいっとるでね、残業代込みで。だからさ、そういう人んたからしたら、なんか何かしらの副業はやる必要性が絶対あるわけよ。でもまあ YouTube にはね、手を出すなっていうか時間を搾取されるぞっていうね、金にならんことはやらん方がいいってさ、割とよく言うじゃんね。なんかボランティアのさ、わかるかな、そのベルマークとか、まあベルマークやったらまだ単価は高いかもしれんけど、ペットボトルの蓋をさ、こういうボトルキャップを集めて車椅子かなんかワクチンかなもらえるからやるっていう活動もあったけど、あれもさ、1時間そんなボトルを何千個何万個って集めるぐらいやったらさ、1時間だけ外でアルバイトしてさ、その時給780円かさ、あの最低賃金の時給ねを寄付した方がさ、よっぽど世の中のためになるっていう効率で言ったらね、あのボトルキャップをさ、寄付金額に到達するまでに、個数を集める時間に換算したらさ、
アルバイトを外で1時間だけしてその金額を全額寄付した方が効率が高いってさ、まあそりゃそうやろうなっていうが、だから多分俺の YouTube もさそれに近いと思うよ。こんな動画を残したところでむしろデメリットの方がさ、社会に批判されたりさ、何らかのトラブルに巻き込まれたりさ、そっちの方が多いんじゃないかな多分。やけどもその変化を与えることに対してねやる必要性があるっていうか、単純にさ副業目線で収益かどうとかって言ったら多分本当にマジでコンビニかさすき家とか牛丼屋に行ってさアルバイトした方がさ多分意味はあるね。でも俺割とさ政治目線で YouTube やってっから、一番の願いは消費税減税ね。もうこれだけはね、さ消費税を下げようぜっていうさ、この大きな運動、広告 PR っていうかさ、それをさ人々に伝える必要性があるっていうか、諦めたらあかんっていうかね、消費税なんか下げれるわけないとかって思い込んでる人もおるじゃんね。でもそういう人に対してもそのなんかこうさ、消費税は下げれるっていう可能性があるし、みんなで消費税下げようぜっていう動きをさこう伝えていく必要性があるっていうかね。で結果として消費税なんかさなくなればさ、まあ俺だったらさ年収200万円ぐらいのクソ雑魚サラリーマン収入だけども、200万多分全部食っちゃっとるから、実質20万円生活コストがさ増えたことになるのよ。消費税で1割持ってかれてるから 10% って。だからバイトでさ年間20万円収益上げるって結構さ単価高いんじゃないの。2万200割るさ12やから、だから1万3000円ぐらいかな。アルバイト2回分ぐらいかな、一月に出た回数って言ったら2回分か3回分ぐらい外で働いたぐらいとさ、それぐらいの効果があるというか、それをさ俺だけじゃなくてさ全国民がさ受けれるわけじゃん。消費税がなくなればみんな消費税払っとるわけやもんでさ、人によっては収入多くて出費が多い人やったらもっとリターンがでかいから、俺はさこうやって自分が消費税を下げてほしいっていう強い願いがあるっていうことをさYouTube でさこう伝えていく必要性があるっていうかね、一人でも、だから選挙にもさ行こうぜっていうかさ、消費税下げようぜっていうスローガンのもと動きたいっていうかね、それは思うね。まあ、YouTube がね会員登録者数がついて副業とかになればねそれは万々歳なんだけど、そんなことよりも消費税がゼロにできるっていうことへの方が近道やと思うっていうか、リターンがでかいと思う全員に対してね。だからテレビ局がさ消費税さ下げた方がいいなんて言わんからさ、もう利権が絡んじゃって政治とズブズブやから、テレビは消費税下げろっていうより財源のことに対して必要やから消費税は仕方ないってことをテレビは言うでね。それだったら YouTube で言うしかないでしょ、ネット社会で自分らでさ消費税下げましょうよって、仲間作ろうぜって風にさ伝える必要性があるっていうかね。それは思ってなんか日記をね残していこうかなと思う。でさ YouTube もさ割とみんなその動画編集してさ一本の動画の単価っていうか枠が時間がさすげえ短いんだよね。で俺みたいにさ俺はねいつも見る動画じゃなくて仕事の作業 BGM になる動画をね勝手に自分はそっちの方がそういう動画を俺は求めとるもんでさ俺自身がね、なんか食器洗いながらとか洗濯しながらとかさ仕事の合間にさ適当に流しとく動画でいいっていうかさ、そういう動画ないんだよね。
うん、だから自分で作った方がいいからっていうか、まあこの動画がね誰かのなんか仕事の道具になりゃこうしたことないっていうかさ、うん、それは思うね。あとはね、まあ思いついたことっていうかさ、ただの日記やから、まあ最近思ったのはね、あのズボンの中にさ、あの今男の人でもさ、スポーツスパッツっていうの、あのタイツっていうかさ履くじゃん。で俺もさ、あの最近スポーツ用品店でさ、そのスポーツスパッツっていうかタイツっていうかさ見つけてさ、今年からはあの履き始めたんだけどさ、これ履いた方がいいわ。あの気温が今あったかくて、あのこれから暑くなるのにそんなんいらねえっていう人もおるかもしれんけど、あのこのさ、あのなんていうの、このタイツ、うん、あの全然あったかさが段違いっていうか、まあ、俺の住んでる地域割とまだ寒いのよ。まださ暖房いるっていうか、まあ、今日は天気いいけど、で真冬にさこれやっときゃよかったなっていうか、足元のさあったかさが段違いだね。スポーツ用品店でスポーツスパッツ、まあ安いと2000円ぐらいかな、もうちょっとするかもしれないけど、いやこれ履いとると履いてないとこでさ下半身のあったかさが全然違うからさ、いいね、うん、今まで生まれて初めてさ、うん、下側のスパッツっていうの履いたことなかったから、これ履くとさ下半身があったかい、うん、あとはねこれはまあ良かったことだろうな。あと動画自体は副業にならんよってことやろうな。で YouTube やっても副業にならんよっていう、その単価のことやと、あれと、あとね、あとさ、俺の人生に突破口がさないってのを最後言わなあかん、忘れよった。今やってる仕事が給料が伸びしろがないってことね。で副業ももう時間と体力のバランスで正直やってやねんことないけど、ほぼ限界。で、創作物ってのを多分一番さ、俺に限らずね、やった方がいいんだけど、なんか、ハンドメイドで物作ってさ、アクセサリーって売るとかさ、なんか、手先が器用で日曜大工して、なんかさ、家具なりさ、ベンチなり、なんか何でもいいんだけど、そういうのを作ってさ、売るとかね。生活の支えになることをやった方がいいんだけど、まあね、何もできんね、の技術がないっていうか、うん、だからそのないのは分かっとるわってさ、他の人も思っとるかもしれんけどさ、どうやって今後さ、年々さ社会保障費とかでさ取られる金額は増えていくから、何かしらこう今の状況を保つか、それ以上にこうさ安定感出していくために収益を得るっていうことを俺以外の人間もねやっていかなあかんと思うけどさ、何できるのって言われたらさ何もできんっていうか、今後も将来性があるのって言ったらさないっていうかさ、今の状況を改善、逆転、今の天候ぐらいさ逆転できるっていうさ、突破口が見えんっていうかね、自分自身に。それがさもう本当に困ったなっていうか、今の苦しい生活費を国がね多少なりとも支援してくれるとかさあったらそれは助かるよ。でも期待できんっていうかね、それが今の状況じゃ、そうすると自分の力でなんとかしなあかんよっていう話やけど、自分自身でこれからさ一気にさ、こんな今晴れ渡っとるけど逆転ホームラン打てる可能性がないっていうのはね、何をしたらいいかのか俺には突破口が見えてこんっていうかね、自分自身で。そういう人がねおったら本当にね教えてほしいっていうか参考にしたいね。同じ状況から何かしらをして逆転ホームラン打ったって人んだろうね。だからもともとさ
何かしらもう割と安定しとる人んたが何かしらいろんなことやっとるだけの話で、俺らみたいにさ追い込められた人間がさ、こっから生活苦を逆転するっていうのの例がかなり少ないでしょうな、うん、まあね、突破口が見えてないけど、まあ見えたらねこれぐらい天気は良くなるやろうから、心の中もね晴れ渡るっていうか、なんかそういうことをね、やらなあかんねこれはただメモ動画になっちゃったけど、うん、それをの言葉に残してとりあえず動画の区切りにしたいと思います。ありがとうございました。 SF でした。